そのぴょんの夢は何ですか？歌って踊れる歌手です。歌って踊れる歌手を頑張ってくださいね。はい、夢に向かって頑張りましょう。はい、ではリリシック学園イエーイ。この子たちは何って言われると、はい、アイドル歌劇団なんです。いいですね。歌って踊ってお芝居をしてバラエティをするという四拍子揃った、うん、あの歌劇団。お越しいただきました。お名前は何ですか？マコリンです。マコリン、はい、マコリンちゃんの年齢、あ、過去年は中学2年生です。中学2年生、あなたの夢は何ですか？歌って踊れる人です。歌って踊れる人。じゃあ夢に向かって頑張ってくださいね。はい、はい、リリシック学園イエーイ。同じ場所が何回も出てくるから、さきです。さきちゃん、はい、さきちゃんの夢は何ですか？安室奈美恵さんやボアさんみたいに夢を与える人になりたいです。あ、素晴らしいですね。ちなみに、何年生ですか？中学3年生。中学3年生、いや、なんか素敵ですよね、夢を持ってね、はい、ではリリシック学園イエーイ。教えていらっしゃる先生も来てくださってありがとうございます。先生、お名前。あ、柳田です。柳田先生。はい。はい、先生、下の名前は秘密なんです。あ、秘密。秘密なんです。いや、もう素敵ですね。なんかね、これラジオで本当ね、先ほどもね、福田さん、代表の福田さんね、はい、出演していただいた時には、はい、あのお顔が映らなくて残念やなと思ったんですよね。今の生徒さんもそうなんですけど、みんな素敵なね、お綺麗で、今の生徒さんも。まあ言っときますけど、結構これ可愛いですか、ね。はい、先生もありがとうございます。どうもすいません、突然です。ああ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってね、昼から。